皇帝のいない8月は小林久造による小説、またそれを原作とする1978年公開の松竹制作の映画。松本清張の系譜を受け継ぐ、社会役をえぐり出す、社会派推理小説の一種にして、鉄道ミステリーの変形。新風社文庫版の後書きによれば、 自衛隊のクーデター計画があったと聞かされたことが執筆の原因であると作者は述べている。1978年には大物政治家特務武力クーデターによって右翼政権樹立を一気に目指す自衛隊反乱分子とそれを秘密裏に鎮圧しようとする政府の攻防を描くポリティカルフィクションとして松竹政作山本札夫監督の元映画化された。映画は クーデター当日の夜に、藤崎健生元一等陸尉率いる少数精鋭の部隊に乗客乗員ともども乗っ取られた、ブルートレイン、桜の車内が舞台の中心となり、和製、カサンドラクロスのおもきで作られた列車パニック映画ともなっている。なお、原作では、タイトルの意味は特に明らかにされず、石森の改造でおぼろげに想像させるだけに止まっているが、映画では、 決起作戦の名前となっており、同名の公共曲を収めた LP レコードも劇中曲として登場する。8月、岩手県の国道4号線で謎のトラック事故が発生した。その翌日、三流業界市に勤務する石森弘明は、ブルートレイン、桜への乗車を妨害しようとする謎の一団に狙われる。暗躍する一団の靴にはある特徴があった。 また車内には突如姿をくらましていたかつての恋人、アンズが乗り込んでいた。姿を表す巨大な陰謀に、石森の脳裏にはかつて、死の商人とも言うべき、総合商社に勤めていた、過去の夏の日の光景が蘇る、捕獲白中死を党内でも分裂が危ぶまれる、政局不安定な 198X 年の暑い、夏の夜、国道4号線で不審なトラックを追跡していた。 岩手県警察のパトカーが銃撃される事件が発生した。現場に残された弾痕から犯行に用いられたのは自衛隊が保有していない 5.56mm ナトウ弾であることが判明し、内閣総理大臣の佐橋と内閣調査室長の理想を驚かせる。数日後、鹿児島で法事に出席していた陸上幕僚幹部刑務部長の江田タメイチ陸将補は、 急遽東京への帰還を命じられる。途中博多により、娘の藤崎京子を訪ねた、エミだったが、アンズの夫で、元一等陸位の藤崎県生は数日前から外出しているという。刑務部により永久の特定隊員に指定され監視されている検証の行方に、一末の不安を覚えるエミ。父の訪問に不穏なものを覚えたアンズは、博多駅へ向かい、かつての恋人である、 石森博明と再会する。そして、検証の姿を追った安図は、安図を制止する若い男たちを振り切り、強引にブルートレイン、桜号に乗り込んだ。安図のただならぬ雰囲気に、桜号に乗り込んだ石森だったが、下関駅停車中に、列車の周りで不審な動きをする男たちを目撃する。石森は安図に真相を言うよう言いおるが、そこへ、 陸上自衛隊の65式作業服姿で64式小銃を構えた男たちが車両を制圧し始める。彼らは検証を中心にアメリカに媚びを売り腐敗しきっている民政党の現政権、そして民主主義による日本古来の伝統の不純化に対してクーデター皇帝のいない8月を宣言。西日本各地から乗車した自衛官と共に桜号を トレインジャックし、右派系の元首相で政界の黒幕の大畑豪三を担ぎ、一部の自衛隊の最高幹部とともに武装放棄したのだ。彼らの目的は自衛隊を国防軍に再編すること。そのために軍事力を用いて政府を制圧し、内閣総理大臣を拘束、憲法改正を断行するという。藤崎の乗客向けの演説には、 三島事件の三島幸男の激文と類似したものが用いられていた。エミは6年前に UPI 通信社が誤報した自衛隊クーデター計画ブループランの首謀者とされたマノ陸将を尋問するが、マノは舌を噛み切って自殺。しかしマノが乗っていた車から皇帝のいない8月の作戦計画書が発見される。自衛隊による武装放棄計画という未曾有の事態に、 佐橋首相は、山村防衛庁長,長官と、三上東幕議長、そして陸海空自衛隊に、クーデターの秘密裏の鎮圧を命令。未放棄の部隊を、次々と武装解除する一方で、放棄した部隊も放棄した上で全滅させていく。一方、佐橋は、大畑に、クーデター鎮圧後の議席数の配分を相談して、大畑にとがめられる。さらに、CIA が、戦略、 情報、人脈を使って介入してくる。石森は、車掌を射殺し関東の放棄部隊が、次々と鎮圧されてもなおクーデターを観光しようと、する検証たちを責めるが、暗図は検証に、夫としての思いを寄せる。そして大畑が、サハ橋の別荘で毒殺される中、大ハイジャック部隊による藤崎隊の、武力鎮圧作戦が、密かに進められていた。映画クレジット順当初、 映画版で主役の藤崎役には、渡哲也のキャスティングが想定されていたが、所属の石原プロが自ら制作している、テレビドラマ中心に起用する方針を曲げず、そのスケジュールを解放しなかったために断念。そして白羽の矢が立ったのが、実定の渡瀬恒彦。それまで東映で、薬座役や、チンピラ役など粗暴な役が多かった渡瀬は、 信念を持った元自衛隊エリートの反乱分子の内なる狂気を演じた。また吉永さゆりは、この作品で初めて死ぬ場面を演じたと語っている。監督の老いでもある山本慶については、市民を代表し、軍国主義の共振者と対峙する重要な場面で、渡瀬恒彦の熱演に押され、儀味となってしまい食いが残ったと山本つおは回想する。閣議は本来、 総理大臣官邸内の円卓のある会議室で行われるが、撮影セットをニュース映像などでおなじみのマスコミの写真撮影用に用意されている閣僚応接室をもとに作ったため、応接室で閣議を開いているようなシーンになった。列車が舞台のパニック映画では、東映画、新幹線大爆破、東宝が動脈列島などを制作しており、 この作品はそれらと比較対象されることもある。これら諸作と同様、内容が、内容だけに、国鉄の協力は得られず、桜は、車両の外観、車内ともにすべてセットで撮影された。予算の制約もあって車両などの交渉は、雰囲気重視となっており、外観のセットは、三菱大夕張鉄道の明治生まれの客車に14、軽身台に見立てたハリーボテをつけて、 南大夕張駅構内で撮影されている。クライマックスの爆破シーンでは、大正時代設計の TR-11 イコライザ、ー台車らしき台車を使用しているのが、画面から判別できる。桜号を最後に爆破したということで、国鉄は大激怒し、制作元の小畜をはじめとした国内の映画各社には、以後、国鉄は、 映画の撮影には一切協力しないとの通達が出された。また、自衛隊員がクーデターを起こすという内容から、自衛隊の協力も得られず、火器や車両等は、戦国自衛隊で使用されているものと同じものが使われている。また、物語では、内閣打倒後に臨時軍政府を樹立して、戒厳令を施行する、クーデター計画が明らかにされるが、 戒厳令に相当する国家緊急権は日本国憲法下では存在しない。山本札夫は監督の依頼に応じて撮影に入ってから軍事組織が一般人に混ざって列車で移動することは行動の迅速性という問題からありえないことだという指摘を軍事専門家から受けてしまい物語の中心なので変えるわけにもいかず悩んだと語っている。ちなみに EF30 系電気機関車及び EF81 系電気機関車は関門トンネルの内での撮影が不可能だったため登場しない。公開当時 CBS ソニーより EP 版の OST がリリースされた。2010年3月に CD 版で再発売された。山本系演じる石森が藤崎京子と共に過去に遭遇したチリクーデターを改装するシーンには 実際の記録映像の他に、1975年の映画、三茶後に、雨が降るの、戦闘シーンが流用されている。同作の戦闘シーンはブルガリアで撮影されており、登場している戦車は T-34 戦車を M41 系戦車に模して改造したものである。ありがとうございます。